どうもファスティングマイスターのアキです。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今ですね、京都のですねビジネスホテルのベッドで、寝転びながら動画撮ってるので、まあ、こんな感じになりました。お許しください。そして風呂上がりお許しください。まあという感じでですね、今京都の方にですねお仕事で出張で来ているんですけども、この状況でですね実況ファスティング実況動画ですね5日目を話していこうかなと思います。今5日目になったんですけど、今日はですねその今日仕事させてもらうメンバーの人たちとご飯食べに行ってたんですよ。京都の北山にあるレストランに連れてってもらったんですね。イタリアンのレストランです。でちょっといいところですね。でそこでピザとかパスタとか、デザートとかみんな食べてたんですけど、その中で僕一人だけハーブティーずっと飲んでました。悲しいなとかって思われるかもしれないですけど、でもそうじゃないんですよね。ファスティングしてると全然お腹空かないんですよね。でお腹空かないし、全然こう、まあでも美味しそうだなって思ったのは正直ありましたけども、でもお腹空かないし、この空腹にあられて我慢しているっていう感覚も全くなかったので、まあすごい良かったなっていうのがあります。で、まあ、これが何で起こるのかっていうことも今日お話できるかなっていうところの、本日ですね実況5日目第5弾というところでお話ししていこうかなと思います。お話しするのは何かっていうと、ファスティングをすると集中力上がるし、気持ち落ち着くし、そして想像力とか賢くなるし、お腹も空かなくなるんだよっていうことをお話ししていこうかなと思います。はい、ではそれは何で起こるのかっていうと、これはケトン体というものが出るからなんですね。ケトン体では何なのかっていうと、脂肪燃焼をすることでケトン体っていう物質が出てくるんですね。で、ケトン体が出るとどうなるのか、気持ちがリラックスします。で、これリラックスするってどういうことなのかって言ったら、脳のですね、アルファーファっていうのが出るんですよ。アルファーファ。脳波のアルファーファってやつが出ます。で、そのアルファーファって何なのかっていうと、ですね、例えば陸上のスタート前ですよ。どんな感じかっていうと、陸上のスタート前です。 100m 走る前のスタート前の状態ですね。アスリートの人たちってみんなそうなんですけど、かなりリラックスしているの分かります。でリラックスしているんですけど、リラックスしすぎずに程よい緊張感の中、力を抜いて研ぎ澄ましている状態、もう一つのことを集中をこう研ぎ澄ましているような状態ですね。そんな状態になるのがこのアルファーファのおかげなんですよ。でこのアルファーファがケトン体によって出るんですよ。だからファスティングをすることによってこうアルファーファが出るんですね。だから常にこうリラックスしている、でも集中しているような状態を作れるっていうことはできるんですね。っていうのがこのアルファーファっていうのがあります。そしてあと賢くなるっていうのは何なのかって言ったら、この脳波のベータエンドルフィンっていうのが出るんですね。でベータエンドルフィンって何なのかって言ったら、集中力を上げるっていうのもそうなんですけど、あと想像力、なんかポワーンと想像する力じゃないんですよ。物を作り上げる力ってことですよね。クリエイティブっていうことですね。アーティストの方っていうのは非常にいいと思います。このベータエンドルフィンが出ることによって、クリエイティブな頭、想像力を出すことによって物が新しいこの発見できたりだとか、思いつくことができる、新しい考えを得られることができる。あとは経営者の人とかもすごいこれを使ってなんかこの新しいことを考えついたりとかしますよね。このアイデアを出すっていうことが非常によくできるんですね。でこれがベータエンドルフィンによって起きるっていうことがあるんですね。そうで、そのベータエンドルフィンを出すのはこのケトン体っていうのが出てくるおかげで出てくるんですね。であとですね、満腹中枢にも働きをかけるんですね、このケトン体っていうのは。でどういうふうに働きかけるのかって言ったら、もう単純にお腹が空かなくなるっていうことです。はい、前まではねドリンクを飲むことによって、糖を取ることによって、で脳を騙して空腹感をごまかすっていうことをやってたんですけど、もうそのファスティング3日目以降になってくると、それはもうなくなると思ってください。そしてケトン体が満腹中枢についても直接働きかけてくれるんですね。満腹中枢にもうお腹いっぱいだから食べなくていいよっていうことになるんですよ。だからですね、全然お腹空かなかったし、今日イタリアン行ったけども、あいいなーって思ったけども、めっちゃなんかこう空腹によって我慢しているっていう感覚は全くなかったですね。はい、美味しそうだねって、また食べようかなっていうような感じですね。お腹いっぱいの時の感じと一緒ですよ。お腹いっぱいで物食べたくないよねっていう時と一緒ですね。そんな感じで過ごせたっていうのがありました。ですので、このファスティングをすることで、このケトン体が出ます。ケトン体が出ることによって、頭がリラックスして、体がリラックスしたり、頭がすっごい良くなって、想像力、アイデアが
出てきたりだとか、あとは集中力も上がる、そして満腹中枢に働きかけることによってお腹も空きづらくなるんですよっていうことがこのファスティングによって起こることなんですね。このケトン体っていうのはどういうふうに起きるのかって言ったら、これもですね3日以上のファスティングをすることによって起こることなんですね。だからこう3日以上、今5日目なんで、もうすごいこうケトン体が出ている状態なのでですね、もう全然こうお腹が空くこともなかったし、常にこう集中力がある状態だし、リラックスしている状態を作れているっていう状態なので、まあ、最高に気持ちのいい一日だったかなと思います。というところでですね、今日お話しした内容です、まあ、このファスティングをすることで、ケトン体が出ます。でケトン体が出ることによって頭も集中力上がるし、そして研ぎ澄まされるし、想像力も出てくるし、そして満腹中枢を刺激されることによってお腹も空きにくくなるんですよということをお話しさせていただきました。はい、本日の内容いいねと思っていただければ、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。